競争。おお、なんだろうここ。それ。俺の前に立ったこと後悔するがいい。当たって。守護の防壁。せーの、当たって。これでどうだ。無駄だ。世話が焼ける。もっと強くなってみせる。金銀財宝ザクザク。可愛がってあげるフィリスちゃんだけは逃がさないわよ。
狙いはそこだ。下がっていろ。下がったらごめんね。決まりよ。行くぜ。オーケー。しょうがねえな。よし、いい感じに倒せたな。これでもっと遠くに行ける。銀財宝ザクザク。ヨールンの冒険、足元注意。お宝おいでます。由来の材料だね。詳しいことはリア姉に聞こう。夜になっちゃ。切る。狙いはそこだ。痛いんだからね。は？下がってろ。
行くぞ。狩りの練習にはなったかしら。まとめて片付けてやる。見切れるかしら。切る。ちょろいな。準備運動にもならねえぜ。まだ。もっともっと。まだ足りない。金銀財宝ザクザク。それ。さっさと片付けるとしよう。切る。逃がさないわよ。痛いんだからね。余裕余裕。お宝おいでまで。それ。よし頑張ろう。や。準備運動にもならねえぜ。ひょっとすお宝おいでませ。おう。おう。これでおしまい。よいしょ。材料はどれにしよう。これでよし始めよう。これはここかな。材料投入。ここに入れよう。ここに入れよう。ここに入れよう。これでこれじゃぐるぐる、うん、こんな感じかな。
投入。これはここかな。材料投入。ここにいるよ。こんな、それじゃグルグ、うん、こんな感じかな。
しよう。これで触媒さあ調合開始。ここにいるよ。これはここかな。ここにいるよ。これはここかな。それじゃぐるぐる。いいねいいね。これも作り慣れてきたかも。材料はどれにしよう。これでここ。よし始めよう。これはここかな。ここにいるよ。よしいい調子。材料投入。こんな感じ。それじゃぐるぐる。いいねでこんな感じ。よし出来上がり。材料はどれにしよう。これで触媒さあ調合材料投入。これはここかな。材料投入。ここにいるよ。材料投入。いい感じ。これでいい？仕上げスタート。いい出来だね。どれがいいかな。これで食器。よしここにいるよ。これはここかな。よしいい調子。これはここかな。これはここかな。こんな感じ。仕上げスタート。いい出来だね。これを作るの上手くなってきたな。やべえ寝てた。夜はやっぱ眠くなるよな。これだけ深いとすぐに迷っちゃいそう。自分が今どこにいるか地図の確認はこまめにね。フィリスちゃん、材料集めに夢中になりすぎて迷子にならないようにね。大丈夫だよ、子供じゃないんだから。ん？おや、こんなところで人に会うなんて珍しいね。君たち旅人さん？はい、私はフィリスです。旅人ではあるんですけど、錬金術師なんです。私はリアーネ、フィリスちゃんの姉です。へえ、姉妹で旅してるんだ。それなんかいいね、面白そう。おっと、申し遅れました。私はドロッセル。よろしくね。ドロッセルさんですね。よろしくお願いします。うん。さて、名残惜しいけど
私はこの森を抜けなくちゃいけないんだ。だからさっき会ったばっかりだけど、またね。それじゃあ。大丈夫かしら、あの人。来た方向に戻っていったような気がするけど。なんてちょっと運命を感じるね。でも私は行かなくてはいけないんだ。あまり森の奥には行かないようにね。じゃあね。ドロッセルさん、今茂みの中から出てきたような。まあいいか。結構いろいろ集まったかな。そろそろアトリエに戻って。やれやれ、やっと森の外に出てないじゃん。こっちじゃなかったか。ドロッセルさん、今度はそんなところから。あの、もしかしてなんですけど、ドロッセルさん道に迷ってませんか？道に？私が？まさか！面白いこと言うね、フィリスちゃん。むしろ迷ってるのはそっちの方でしょ？もしよければお姉さんがついていってあげてもいいよ。ん？なんでそんなに得意げなの？迷ってるのはドロッセルさんの方だと思うんだけど。でもこのままだとずっとここで迷ってそうだし、どうしよう。一緒に森を抜けた方がいいのかな。次は一緒に来て。はいはい。あ、ひらめいた。ものないかな。朝一番からこのヒーローいっけ。なんかひらめきそうな、そうでもないような。それ、それ、それ、それ。植物って錬金術でもよく使うんだよね。
白いね。おお。夜はしっかり寝ないとお肌によくないんだぞ。お宝おいでませ。縛ったり材料にしたり、糸ってとっても便利だよね。それさっさと片付けるとしよう。これでどうだ。くらいな。準備運動にもならねえ。キリスちゃんのためにもっと強くならないとね。だからおいでませ。ここはドナっていう村よ。あそこに木が見えるでしょ。あ、うん、あの大きいのだよね。そうそう、この村ではね、あの木をご神木としてとても大切にしてるんですって。だからフィリスちゃん、あの木にいたずらしちゃダメよ。しないよそんなこと。リオネーは私のことなんだと思ってるの。あら、もしかして旅の方ですか。あ、はい、今着いたばっかりなんですけど。まあ、ならまずは長老に挨拶しておいた方がいいですよ。そのいろいろとうるさい方ですので。え、それはどういう。あ、いえ、何でもありません。長老の庵は向こうの方にありますので。それでは。何かありそうなんだけど、挨拶をしろって言われたからには行かないとダメよね。ちょっと怖いけど、長老さんの庵に行ってみようか。
ああ。さあ。誰だい、あんた。私はフィリス。声が小さくて聞こえないよ。それになんだい。見たところ旅人のようだけど、挨拶に来るのに土産の一つも持ってこないのかい。まったく礼儀がなってない連中だね。出直してきな。時はご機嫌取りの品を持っていかないとダメなんです。そんなの知りませんよ。本当にごめんなさい。そういうわけですので、私はこれで。あの長老さん、このまま放っておくわけにはいかないわよね。行かないとダメだよね。ご機嫌取りの品ってどんなのがいいんだろう。やっぱり食べ物とかかしら。村の人たちに聞いた方が早いかも。そうだね。とにかく何かしらお土産を用意して、もう一回長老さんに挨拶に行けばいいんだよね。あんまり気は進まないけど、逃げるわけにもいかないもんね。緑の香りが心地いいわ。な、ん？え？長老さんの好きなもの？そうだな、多分甘いものが好きだよ。よく私に甘いお菓子くれるし。あ、もしかして。なんだい。これで。はい、これです。おー、これは、悪くないじゃないか。さて、それじゃあ話くらいは聞いてやろうかね。ありがとうございます。お話って言っても挨拶しに来ただけなんですけど、私はフィリス、公認試験を目指してる錬金術師です。私はリアーネと申します。フィリスの姉で、旅の付き添いをしています。そうかい。私はオレリー。知っての通り、この村の長老だよ。しかし、あんた錬金術師だったのかい。ならちょうどよかった。私は腰が痛くてここから動けないからさ、あんた商人のとこで野菜を買ってきておくれよ。ほら、こいつが金だ。釣りは駄賃にしな。
はい。でもちょうどいいって？錬金術師なんて何でも屋みたいなものだろ。ほら早く行った行った。静かなところだ。ああ。森に囲まれた村か。そう。これで、ま。こいつはあんたに頼んだものじゃないか。いや、すまないね。これでうまい漬物が作れるよ。さて、また頼みたいことがあるんだが、引き受けてくれるね。あ、はい。どんなことですか？薪に使う木材を取ってきてほしいんだよ。この腰だと薪拾いすらきつくてね。あんた錬金術師なんだろ。物を拾うのはお手の物じゃないか。頼んだよ。わかりました。それじゃあ取ってきますね。ねえ、いいの？オレリーさんからの頼み事、なんだか雑用を押し付けられてるんじゃ。私全然平気だよ。頼ってもらえるってなんだか嬉しいじゃない。オレリーさん腰が痛くて大変みたいだから、私が助けてあげないと。フィリスちゃんったら本当にいい子なんだから。それじゃあさっさと薪拾い終わらせちゃいましょう。お姉ちゃんも手伝ってあげるから。ああ。これ。おお、こいつはいい薪になりそうだね。これで寒さに震えずに済むよ。ただ、まだあんたにやってもらいたいことはたくさんあるよ。え？まあ、断るのもあんたの自由さ。どうする？やってくれるのかい？はい、やります。はあ、そいつはありがたい。なら何を頼もうかね。そういえばあんた体を動かすのが苦手そうだね。え、ああ、確かにあんまり得意じゃないですけど。苦手なことをそのまんまにしておくのは良くないね。というわけで、あんたには魔物を倒してきてもらおう。村の近くに厄介な魔物が住み着いて困ってたんだ。体を鍛えるのにちょうどいいだろ。ほら、サクッと倒して、その貧弱な体を鍛え直してきな。ほら、行った行った。はい。はい。これで。おお。Thank you.
来た。あれがオレリーさんから頼まれた魔物。よし、慌てず落ち着いて、行くぞ。にもならねえぜ。倒したなんだかちょっぴり強くなれたような。よし、魔物を倒したことオレリーさんに報告しに行かないとね。一応これでも剣を教わってたことがあるからね。戦いはお手の物なんだ。へえ。ん？剣？ドロッセルさん斧使ってませんでしたっけ？ああ、バリバリ使ってるよ、斧も。でも教わったのは剣なんですよね。それってどういうことなんですか？斧も剣も別に使い方は変わらないよ。ズバーって切るだけだしさ。それに斧の方が強そうじゃない？大きいし重たいし。だから最近は割と斧を使うことの方が多いかな。はあ、そんな適当な感じで戦いちゃうなんて。ドロッセルさん、やっぱりす